パーソナルトレーナーのゆうです。今日はね、40、50代が筋肉を増やすということについてという、タイトルなんですけども、まあ自分ももうすぐ52です。あと3ヶ月弱で50になってしまいますが、今回まずこのようなコメントをいただきました。今更ながら筋肉をつけるより維持する方が大事なことに気づいた40代です。ということで、まあ確かにね、僕も40代でそういうふうに気づいたのかな。まあそういうふうにやっぱり思うことはまあ多々あります。そしてね、もう一つコメントをいただいたんですけれども、若い頃は筋肉も体脂肪もない細い体でしたが、40代の今はお腹が出てる中年太りになりました。ジムに通って3ヶ月、開始前体脂肪 21% だったのが、なんとか体脂肪 19% ぐらいにまで落としたのですが、筋肉量は 100g 増えたかと思ったら減ったりでほぼ増えません。重いものを持てる実感はあるのにです。筋肉ってそんなに増えるのに時間がかかるのでしょうか？体質の問題なのでしょうか？これだけの情報じゃ足りないと思いますが、何かアドバイスがあればお願いします。ということで、本当に中年の永遠の課題です。でも永遠のままだとダメなんですけどね。なんとか解決していかなきゃいけないわけですけど、まあそれはね、自分自身も本当に毎日考えてる課題ではあります、ね、今ここでコメントいただいた方は40代、僕も50代ですから、本当に毎日考えてることではありますね。で、この筋肉量を測って、まあ家でなのか、ジムとかのね、ジム通ってるのか、そのインボディとかっていうね、もう100万200万するマシンで測って、100g の上下があったりするということだと思うんですけど、まあ、その 100g の上下っていうのは、本当に、ちょっとあまり気にするところじゃないですね。筋肉、測定した時の筋肉の中の水分量なので、その日の自分のね、例えば水分がいっぱいでとか、たまたま筋肉の中の水分を呼び込むような食べ物を何かしたとかで、ちょっと筋肉が膨らんで、水分で膨らんでる状況とかだと、そこでアップしたりダウンしたりしますので、まあそれは本当に日々変わっていくんですね。なので、まあそこはね、あまりの気にする必要はあまりないかとは思うんですよ。まあそもそも体脂肪が減るとか筋肉が増える、まあこの2つについては速度は同じじゃないです。体脂肪を減らすというのは正直言って楽です。簡単です。やることをやればまあ落ちていきますから。だけど筋肉を1キロ増やすのはかなり大変です。まあ、ボディービルダーでもこの1キロを増やすこと自体に相当苦労してやってるような状況ではあるんですね。本当にまあ僕の感覚では、筋肉を1キロ増やすというのは体脂肪を1キロ減らすことよりも、もう10倍から20倍の労力を要するというか、まあそれ以上かもしれない。まあそれぐらいちょっとね、体脂肪1キロと筋肉1キロとは全然違うレベルのものなんですね。体脂肪が1キロ減っても、減ったらというか減ってもんですけど、そこそこね、ちょっとポチャッとした人が1キロ減ったぐらいでは、なんらね、自分でさえも気づかないぐらいのレベルだったりするわけですよ。まあもちろん他人は気づかないです。まあ、体脂肪の場合にはもう4キロ、5キロ、7キロ減って、ようやく他人が気づくかというレベルになってくると思うんですけど、筋肉が1キロ増えた場合、実際ね、今言った、まあインボディ気にするなとは言ったものの、インボディみたいなもので測って、実際筋肉が1キロ増えてる場合って、見た目に相当違います。1キロ増えてるだけで、どうしたのその体、すごい筋肉ついたじゃないっていう風に誰からも言われるようなレベルなんですよ。全く体格が変わってきます。なので体脂肪が1キロ増えること減ること、それに比べて筋肉が1キロ増えるというのは格段に見た目では違うことなんですね。だからまあ正直測定しなくても筋肉増えた場合はもう分かります。全然分かるんですよ。それが10代20代の場合はもちろん筋トレすれば増えやすいし、40代50代はそれが大変なんですけど、それがね、40、50代それ以降の場合はほっとけばまあ減るわけですよ。だから減っていく中で増やしていくという作業をしなければいけないので、まあものすごい大変なわけですね。だからむしろこの年代では増やそうと思って一生懸命頑張ってようやく維持というところが実情であって、まあこれもまた大変なことではあるわけですね。ただ初めて、まあこの方の場合、初めて3ヶ月なんで、まだまだ伸び時なんですね。まあこの曲線を見てもらえば分かる通り、初めて最初のうちはぐーっとね、伸び率というのはいいんですよ。ああ、増えてる増えてる増えてるとか、伸び率がかなり高くなるんですけど、これが、まあ2年、3年、4年になった頃から、だんだんね、その伸び率って緩やかになってきて、徐々にゆっくりにしかこう伸びてこないんですね。で、この曲線っていうのはまあ若くても中年でもまあ一緒で、まあそのもちろん山の高さっていうのは違うんですけど、この伸びていく感じっていうのは中年でも1年から2年ぐらい結構伸びていくので、まあここはね、まだ今コメントをくださった方はまだまだね、伸びる時だと思うので、もっともっと頑張ってほしいですけども、僕もね、18歳で始めて、本当に18から19の時に、本当にまあ、今ほどやってなかったですよ。週3回やってただけで、全然まだまだ、素人でしたし、ね、何の知識もないですけど、それでも、あ、変わったなって、本当に人からすごい別に言われるようになったし、もう喜んでタンクトップで歩いてましたけど、まあ、今もタンクトップで歩いてますけど、まあ、その時はすごい変わったなと思ったんですけど、もうそこからね、本当にね、もう、30半ば、40とかね、なんか、本当にゆっくりになってきたなと思う、もう本当にゆっくりになったなと思う、30ぐらいでもう感じてましたけど、
正直ね、ここ5年ぐらいで僕何も変わってないような気がするぐらい伸びが緩やかになってくるというのは事実かなと思いますね。でもそれが大変だからやめるのかというとやめないです。だってそれはほとんどの人がやってないことです。筋トレというのはそんなに、ね、多くの人やってないんですよ。筋トレをね、自分の友人とか会社で何人やってます？自分の本当に実際の知り合いの中で何人ぐらい筋トレちゃんとやってるっていう人はいますでしょうか？僕ね、僕の場合は仕事以外、仕事場がちょっともう僕の場合ね、ちょっとトレーナーだったり、身の回りとかジムにいる人だったりするので、まあ、それはちょっと置いといて、それ以外の、まあ、例えば近所の人、まあ、近所で話すぐらいの人とか、パパ友とかの中でどれぐらい、まあ、ジムでなくてもいいです。自宅トレーニングでもいいけど、いや、結構もうコンスタントにね、全体的にやってるよっていう人いるかいないかというと、ちょっとね、思い起こしてね、一人なのかな、二人なのかな。そんなに僕もこういう関係が狭いわけではないと思うんですけれども、本当いないですよ。結構いないですよ。ジムの会員になってる割合って意外と低くですけどね。まあ、これ自宅トレーニングっていうのはちょっと日本全国で把握しきれないところではあるんですけども、ジムの会員になってるのって東京で 5-6% って言われてて、地方に行くと 2-3% って言われてるんですね。まあ、自宅トレーニングをしている人がいるので少しは増えると思いますけど、それでも、まあ、その日本全国で見た場合に、まあ、5% の人が筋トレやってるかどうか、それより僕は結構低いと思うんですよ。だからやらない人とやる人の差はすごく大きいわけですよ。なかなか筋肉が増えなくて、なんか維持だけと思ってても、ほとんどの人はぐーっと下がっていくのに、何もやってなくてぐーっと下がっていく。ちょっと体脂肪があるから体格変わらないように見えますけど、筋肉的にはぐーっと下がっていってる中で、やってる人が維持であれば、この差は年々年々ずーっと大きく大きく開いてくるわけですね。ただ、まあね、若い人と同じような鍛え方は難しいので、まあ、昨日の動画でも、こういうふうなことをやっていくということが、すごく大切ですよって言ったら、まあ、その中のコメントでもね、重量を増やさない、筋肉が増えないっていうコメントもあったんですけど、それは分かってるんです。筋トレだから、その重量という負荷をかけてやるのが筋トレというのも根本的にあるわけなんですけど、ただ、重量だけを求めてやると、もう当然動きが浅くなるパターンっていうのが、まあ、人間の常であることがまず一つ。それから、怪我をするというのは、まあ、中年のわけですよね。これは、筋肉自体の断裂も起きることもあれば、筋肉の先にある、筋肉はこういうふうにあって、この先が、ね、先っぽのちょっと白くなってます。この腱っていうところが、だんだん硬くなってくるんですよ。これはもう年齢を取ってくれば、だんだん誰でも、スポーツ選手でも硬くなってくるようなもの。で、それでそこのね、さらに付着点ね、骨についていく付着点というのも、かなり硬くなってきて、それを重さだけでやっていくと、その硬くなった部分を、ピリッとこうね、ちょっとちっちゃい断裂が起きるとか、炎症が起きるとか、まあそういう付着点を怪我するとか、まあそういうところが痛くなってくるんですね。まあだからそういうところがね、いろんなもう全部の箇所ですよ。そういうところが硬くならないように当然ストレッチはやっていかなきゃいけないし、ただやっても硬くなるぐらいのレベルだということは認識しておいた方がいいですね。でもやらないともっと硬くなるということですよ。なので、まあ昨日の動画のような重量以外でいかに正しく負荷をかけていくかということが、まあ本当に重要になってくるわけです。ストレッチも含めてね。で、そういうね、あらゆる方面からケアしながら、地道に攻めていくというね、それがね、本当にこの年代では大切で、僕はね、これをね、家康方式と呼んでます。家康はね、本当に信長秀吉の時にはね、なんかちょっとうだつの上がらない、なんか2番手、3番手みたいな、ずーっとちょっと地味にいましたけれども、天下を取ったのは57歳って、信長死んだのは50歳で、それより後に天下を取って、それから江戸幕府を開いてね、花を咲かせたというようなね、まあ何を言ってるか分かんないですけど、ちなみに僕はこの間ロックも大好きだったけど、僕は戦国マニアだったんです、昔ね。この辺も結構ね、好きなところなんですけど、まあそういった感じでね、40代、50代で始めても、必ず良くなっていくんですね。他の人がまあ悪くなっていくから良くなっていくという、まあそれにもあるし、必ず今よりも良くなってきます。だからさっきの筋量測定っていうのは僕はね、もう全然なくていいと思うんですよ。本当に見た目で分かってくるので、まあ測らなくてもこうしっかり形が見えてきたということとか、筋力が上がってきたということは、まあ実感があったということはね、まあそれがあれば僕は十分なんじゃないかなと思いますね。なのでもう今から地道にやっていけば、60歳70歳の時にはこの愕然たる差が出てくるわけですよ。まあ、これをね、ちょっとそういう言い方をすると、僕のお客さんの72歳の人がね、俺70になるからどうするんだよって言われちゃうので
まあ、70の人は90で花咲きますので、まだまだちょっと地道に頑張ってほしいなと思うんですね。ちなみに今の72の人もですね、どん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 ね、結構かなり体重があって、この、ね、かなり本当に体脂肪多かったんですけど、それが10キロ以上落ちてきて、足を使ってしっかり体脂肪を落とすようなことをいっぱいやってますけど、それと同時に肩も一生懸命最初から、僕はやってもらってるって言ったんですけど、最近はね、本人がね、僕がもう言う前からなんか最近ここにすごい影ができてポコってなるんだけど、これは何、蜂に刺されたのかね、蜂に刺されるとこんな腫れてたら死んでますからみたいな話をしたんですけど、まあ本当に72で肩がねポコってね、最近本当になり始めてね、全然サイドレースでも本当にすごくここ見えるんですよ。で、体脂肪がもっともっと落ちればね、もっと見えてくるんですよ。それはもう72でもそういう変化がどんどん現れてきてるので、測るのは本当どうでもいいと思いますね。まあ言いたいのはね、今よりは増えます、ね、地道だけど増えます。最初ははっきりね、トレーニングやり始めははっきり増えると思いますけど、あとはゆっくり増えます。でも増えるということですね。僕もね、あんまりね、5年ぐらい変わってないと言ったけど、それでもね、10年前より肩と背中は僕は確実に良くなっている実感は本当はあります。で、29歳の時より全体的にね、完全にいい体になっていると、まあ思ってます。まだまだこれから人生は続きます。まだまだ、上に上にと登っていきましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。